もこもこふわふわもこふわのユニクロのフリースセットを使って犬とウサギを作ります。犬を作ります。まず左側を3分の1中央へ折ります。その上に右側を重ねます。裾を持ち上げ、下から1、2枚目の上を広げ、裏返します。さらにもう一度、裏返します。袖の部分を広げ、1、2、3回ほどこのように手前に丸めます。この部分も内側へ軽く折っておきます。向きを変えます。向きを変えて袖の先をこのように合わせて、この巻き上げた部分の中に通します。通して穴が下に向くようにこのように少し出します。このまま全体をこのように持ち上げます。そうするとこの穴が手前を向いています。これが耳になります。この下の部分を持ち上げて三角形になるように内側へこのように巻きます。巻いて三角形の形を作ります。このままここに耳の前あたりにつけます。そしてここに輪ゴムをします。輪ゴムをして固定します。これが鼻になります。鼻を前に出します。輪ゴムは顔の上から3分の2、下から3分の1ぐらいにつけてください。この部分、前足を作ります。このように前足に見えるように内側へ整えます。後ろ側は形を整えて、このように先を丸めて尻尾にします。ここにも輪ゴムを二重に巻きましょう。ここは二重に巻いて尻尾にします。あとはこのようにしっかり立つように形を整えて、耳もしっかり形を整えます。あとはシールで鼻と目を表現すれば、これで犬の完成です。ウサギを作ります。まず襟の部分をこのように脇の下あたりまで折ります。裾の部分を上へ合わせて折ります。さらにこの裾の横を持ち上げ、中央に持ってきて、穴が下に向くようにこのように10センチほどはみ出させます。反対側も中央に持ってきて、穴が下に向くように10センチほどはみ出させます。肩の部分を中央に持ってきます。袖の部分はこのように軽く手前に持ってきます。この部分、この部分を合わせてこのように畳みます。
ここに輪ゴムをかけます。輪ゴムを一つ、念のためもう一つ輪ゴムをかけます。ひっくり返します。ひっくり返すと、このように顔と胴体ができています。胴体の下がこのように突き出ているので、これを中に入れ込んで平らにします。これでしっかり立つようになります。袖が長いので、このように裏返します。3回ぐらい。まん丸の手を作ります。反対側もこのように裏返してまん丸の手にします。耳の形を整えます。あとはシールでこのように目と鼻を表現すれば、うさぎの完成です。僕の名前は、漢字で犬と書いて、ケン。私の名前は、漢字でうさぎと書いて、と。じゃあ、一緒にかけっこしよう。うん。ケンと、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 